ちゃん？やっぱりアイネスちゃんじゃないか。ん？もしかして本物おじちゃん？地元でお世話になったおじちゃんなの。引っ越したって聞いてたけど、こんなとこで会えるなんて。それはこっちのセリフだよ。トレセン学院に入ったのは知ってたけど、こうして会えるとはな。おじさん、今はここで海の家をやってるんだ。よかったら後で来てくれよな。うん、絶対に行くの。とっても忙しそうなの。お、アイネスちゃん、ろくにお構いできずにすまないな。いつもはこんなんじゃないんだが、夏祭りが近くなると一気に客が増えちまってさ。そっか。分かっちゃった。トレーニングには影響出ないようにするからさ、ちょっと行ってきても。君も一緒に来てほしいの。お願い。はーい、大盛り焼きそば2つお待ちどうさまなの。お次は焼き人参とトロピカルドリンクどうぞなの。すみません、注文いいですか？頼んだブルーハワイまだ来てないんですけど。兄ちゃん大丈夫かい？こういうとこあんまり働き慣れてなさそうだけど。大丈夫、今は心配かもしれないけど見ててよ。私のトレーナー、こう見えて結構頼りになるんだから。もうできたの？お兄さんありがとう。いや、最初はどうなるかと思ったけど、すっかり手慣れたもんじゃないか。だから言ったでしょ。二人のおかげで助かったよ。店の方は落ち着いたから、二人でお祭りに行っておいで。うん、行こう。トレーナー、お仕事上がりのハチミードリンクは最高なの。トレーナーもね、付き合ってくれてありがとなの。確かに前までなら一人でやってたかもなの。君ってば結構ドジだし、手伝うっていうより手伝われる側に見えたし。けど今は違うよ。情けなく見えるけど、ここぞって時に頼りになる人、それが私のトレーナー。だから今日はちょっとだけ頼ってもいいかなって思ったの。その判断間違ってなかったよね。出会った時はあんなに頼りなかったのにな。ほんと最近どうしちゃったの？お、そっか。すごいすごい、空が花火でいっぱいなの。けどさ、私一人で背負い込んでたら、夏祭りも花火も忙しくて気に留めなかったと思うの。夏祭りが楽しいのも、花火が綺麗なのも、誰かさんのおかげかもね。トレーナー、私さ、学園に来てよかった。夏合宿に来てよかった。君と出会えてよかったの。こんなやめ方になるくらいなら、あなたなんかと出会わなきゃよかった。トレーナー、もうなんて顔してるの。嬉しいならほら、スマイルスマイル。もうだからそういうセリフはビシッと決めないとダメなの。これからもよろしくね、トレーナー。